新年明けましておめでとうございます。食べトレディオチャンネル2024年初配信です。このチャンネルは食べるトレーニングキッズアカデミー協会インストラクターの有志がお届けするレシピ動画を中心とした配信チャンネルです。忙しい方や料理が苦手な方でも作りやすいレシピ、お子さんと一緒に取り組めるレシピなど、これまでに400本を超える動画をお届けしています。今回の動画から8期の新メンバーへとバトンタッチして、6月までの半年間、これまで以上に分かりやすい動画をお届けできるように精進していきたいと思いますので、これからも食べトレディオチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。さて、新年最初にお届けするのはお正月料理のリメイク術、活用レシピです。おせち料理の代表格、栗きんとん。大好きだけれどたくさんあって食べきれない、甘すぎて飽きてしまった、そんな方はホットドリンクのベースとして活用してはいかがでしょうか。牛乳、豆乳、アーモンドミルクなどお好みのミルクにきんとんを溶かして温めて飲んでみてください。お家にいながらまるでカフェ気分、ホッとする優しい味の甘いお芋ラテがあっという間に出来上がります。お好みでホイップクリームやシナモンを振ってもお楽しみいただけます。1月の前半は引き続きお正月料理のリメイク術、活用レシピをお届けしてまいります。チャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいです。短い簡単な動画でしたが、最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は食べトレシニアインストラクター鶴岡仁がお届けいたしました。チャンネル登録よろしくね。